はい、こんにちは。マジックファニーの二川です。今日はですね、カードマジックでチークトゥーチークっていうカードマジックの紹介です。チークトゥーチークはですね、最初に裏表バラバラに混ぜて、この状態からお客さんに選んだカードを、お客さんが選んだカードをですね、裏向きにしてもらうと。で、その裏向きにしたカードを当てるっていうマジックになっておりますけど、今回はチークトゥーチークをトライアン風に演じることができるので、そのやり方を説明したいと思います。はい、まずカードをバラバラです。はい、裏と表と見せます。で、この中からお客さんにカード1枚選んでもらいます。まあ、仮にこのカードとします。お客さんによく覚えてもらいます。好きなところでストップをかけてもらいます。止めたらお客さんの選んだカードを上に置いて、このまま混ぜていくんですけど、ここで裏表バラバラに混ぜます。はい、ちゃんときれいに裏表バラバラに混ざってます。さあ、この状態から魔法をかけると、お客さんの選んだカードが1枚だけ表向きになってます。はい、いかがだったでしょうか。チークトゥーチークのトライアン風のやり方、ご紹介させていただきました。説明書通りのやり方ももちろん、お店の方でアフターいたしますけど、こういう変わったやり方もお店の方で、ご説明いたしますので、よろしければお店の方でいろいろお尋ねください。よろしくお願いいたします。